それでは高市大臣の会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。経済安全保障、担当大臣としてご報告を申し上げます。本日の閣議におきまして、経済安全保障推進法に基づく基幹インフラと特許出願の非公開の両制度の実施にあたっての考え方を示す基本指針が閣議決定されました。基幹インフラの基本指針におきましては、規制対象となる事業者などを定める際には、事業者の負担に配慮しつつ規制対象を適切に定めていくことや、審査にあたって考慮する要素などを定めています。なお本日中に基幹インフラ制度に関する相談窓口について、事業所管省庁及び内閣府のホームページに掲載される予定でございます。事業者の皆様にはぜひ積極的にご活用いただきたいと考えております。また特許出願の非公開の基本指針におきましては、非公開の対象となる発明の考え方などを示しているほか、保全審査におきましては特許出願人の手続き負担に配慮するとともに、特許出願人と丁寧な意思疎通を図ることとしております。政府としましては両基本指針においてお示しした基本的な考え方を踏まえまして、関係者とよく調整をしながら来年春ごろの制度の運用開始に向けて取り組んでまいります。私からは冒頭以上でございます。それでは質疑に入りますが、挙手とお願いいたします。各市民中野さんお願いします。ありがとうございます。おはようございます。リニアコライダー国際研究所建設推進議員連盟からの申し入れありましたけれども、高市大臣としては ILC の日本誘致についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、昨日、議員連盟の皆様がお越しになりました。この ILC 計画が目指すこの標準理論を超える新たな粒子の発見や、それによる宇宙創生の謎の解明というのは、素粒子物理学に新たな進展をもたらすものとして、その意義は十分に理解いたしております。で、他方この ILC プロジェ計画なんですが、巨額な経費を要する、国際プロジェクトでございます。で、この国際的な費用分担や技術的な成立性を含めて、様々な課題が、解決されなければなりません。また国内外の幅広い、ご理解とご協力が得られるということが必要だと考えております。すでにご承知かと思いますが、昨年2月に、まとめられました文部科学省における ILC に関する有識者会議の検討会の報告書では、計画の進め方の再検討や、関係国の研究機関との協力の下での技術開発などについて提言がされたと聞いております。で、昨日も申し上げたのですが、特に欧州の関係国はこの ILC 計画に対する投資についてかなり慎重な姿勢を示しております。このような状況を踏まれば、まずは必要な技術開発を着実に進めるということとともに、関係国が参加できる環境の醸成というものが必要になってきておりますので、国内外の研究者間で、しっかりご議論いただくことが重要だと考えております。今申し上げられるのは、内閣府としては、研究者コミュニティの動向ですとか、また文部科学省における対応状況を、注視していくということでございます。すみません、冒頭申し上げましたが、ちょっと大臣候補との方に時間があまりございませんので、あと皆さんもお待ちください。じゃあこのお三方の質問ということでよろしいでしょうか。はい、じゃあまず太田さんお願いします。産経新聞の太田です。よろしくお願いいたします。おはようございます。経済安全保障について冒頭のところなんですけれども、基幹インフラと特許非公開の基本指針の閣議決定されたということで、来年春頃までに制度開始を目指すということで、本格的な全面的な施行に向けての動きが加速すると思いますが、改めて大臣の意気込みと、
改めて経済安全保障のセキュリティクリアランスなどの課題もありますけれども、どういったふうに対処されていくのか大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。はい、まあ、今回、閣議決定されました機械インフラと特許出願の非公開の基本指針は、まあ、先ほど申し上げましたとおり両制度の実施に、あたっての考え方を、示すものでございます。でこれらは法律の運用の透明性を高めるということと、まあ、事業者の皆様にとっての予見性の確保につながると考えております。でまあ、この両制度を円滑に、まあ、実施するためにですね、しっかりと、まあ、取り組んでいくということ、それから先行して施行されたあのサプライチェーンの強靭化、また先端的な需要技術の開発支援、この取り組みもあの着々と進んでおりますので、まあ、しっかりと、取り組んでまいりたいと思っております。であの先ほど申し上げましたが、これ本格あの基幹インフラと、特許出願の非公開、の両制度については来年春ごろに、運用開始をしたいなと、いうことで、進めてきておりますので、あのこの基本指針の考え方に基づいて関係する、政省令の策定を進めなければなりません。ですからあの関係事業者や産業界の、まあ、皆様と丁寧な調整を行って、まあ、有識者のご意見を踏まえながらあの制度の詳細について検討を、まあ、進める、で制度を十分に周知した上で、運用開始できるように取り組んでまいります。またセキュリティクリアランスでございますが、まあ、これは、有識者会議で非常に熱心に、ご議論を、いただいておりますので、まあ、できるだけ速やかに検討を進めてまいりたいと思ってます。でまた、経済安全保障の課題って相当多岐に、渡ります。ですから普段にこの検討見直しをしなきゃいけないなと思っております。まあ、例えばサプライチェーンについても特定重要物資がじゃあ11物資だけでいいのかといえば、あのまた新たなニーズというものも出てくると思いますので、あの普段の見直しをしながら経済安全保障を強化していきたいと思っております。先ほどの名前お願いします。すいません、共同通信の名前です。あと宇宙関係ちょっとお願いします。あの水曜日の未明に民間のアイスペースがですね、その無人機での月面着陸を目指したんですが、まあ、果たせないという結果に終わりました。この結果をどうご覧になっていたというご紹介とですね、あの一般の結果なんですが、あの有望な宇宙ベンチャーをですね、そのどのように政府として支援するということが考えられるのか教えてください。はい、あの私も当日明け方まで、起きてもう祈るような気持ちで見ておりました。あの途中で、まあ、通信が途絶えたという、まあ、情報がございましたが、その後どうなったんだろうということで、あの心配をしておりました。あのそれでも我が国の、スタートアップ企業であるアイスペース社が、まあ、民間企業としては世界初となる月面への軟着陸を試みられたということは、これはすごいことでございます。あの当初の計画すべてを達成することは、できませんでした。まあ、ここは、残念でございます。でもあの スタートアップによるこの果敢な、挑戦というのは我が国の宇宙産業の参入ですとか、また投資、これを促進する、という意味では、まあ、宇宙産業の発展を促す好循環を生み出すきっかけになると、思いますので、まあ、大変意義深いと考えております。でアイスペース社はすでに、この挑戦を続けるということを力強く表明しておられます。まあ、今回の経験を糧に、成功への歩みをしっかりと進めていただくことを期待申し上げます。でまたあの政府としての取り組みですけれども、あの、まあ、例えばあの現在もスペースデブリの、除去技術の獲得に向けたですね、民間企業との技術開発実証ですとか、まあ、人工衛星ロケット関連の技術開発支援、またはビジネスアイデアコンテストのような、まあ、新しい宇宙ビジネス創出に対する支援、さらに、まあ、関係府省における衛星画像データの、利用実証、それから SBIR 制度の活用と、まあ、いったことであの応援をしております。まあ、とにかくあのこういった事業制度を活用しながら、宇宙スタートアップ企業の支援に取り組んでまいりたいと思っております。
時間を迫って最後の質問ということになります。はい、ご弁護の時間お願いします。おととい26日にですね、量子技術のポータルサイトが立ち上がりました。ご所感があればお聞かせください。特に所感はございません。はい、まあ、しっかりと、まあ、量子って重要な、まあ、分野でございますので、ここは国としても力を入れているところでございますから、まあ、あらゆる側面からですね、必要な政策を検討していきたいと思っております。情報を発信していきたいということで、はい、それでは本日の高木大臣の会議を終わります。ありがとうございます。